はい、どうも、ティックでございます。コメント、テイルズ・オブ・ゼスティリア、前回続きからやっていきましょう。めっちゃ噛みましたが、今回はこの目の前にある洞窟を探検していきたいと思います。行きましょう。まあ、洞窟探検もしかしたら2パートにまたがるかもしれませんが、やっていきますよ。OK! もんが欲しいんじゃ。ええもんとなんやって感じやけど。ちょっと待って、タチグレンその前にさ、ちょっと見ていい？タチグレンどうなんですか？タチグレン、あーもうちょっとか、1000回か ?1000 回ぐらい使えば、あれなんかな、いけるんかな。ちょっとなんか、この洞窟氷やろ。嫌な気がする。嫌な予感がするが。まあいいか。え？俺今星2つ。あ？あ、俺タチグレンもしかして使い切ってるもん。あ！あ、俺何言ってんやろ。タチグレンもう、あれやん、回数いってるやん。星2つまでやった。そうだった。ザ・絶風。絶風ショア、一呼吸置いてっていう俺の嫌いなタイプのやつですね。敵でも、おーおー、出てきた。おー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 。あ、そうか、ここまだ、あれか。何やったっけ、あの、名前出てこへん。そうそう、あの、天族を刺激してへんか。敵の居場所が分からへんのか。だから急に出てくるのに、あ、そういうタイプか。あ、そう考えると天族刺激してからの方が良かったかもしれんな。絶風ショアすげえ使いづらい。このためがすげえ使いづらい。よいしょ。おい。うまく入ると強いんやけどね。使いやすい、使いにくいって言ったらめっちゃ使いにくいから。痛い。こう俺が集中的に狙われてたらめっちゃ使いにくいから。最高。痛い。こうなろ。はっ。よいしょ。ちなみに弱点は水属性やった。おー、ミクリオ頑張れ。頑張れミクリオ。お前が活躍するときはそれは。水、この氷のなんか遺跡っぽいところにいるのに水が弱点っていうかわいそうな子たちだからね。扱いがかわいそう。さあ、しっかり耐えて。ああ、じゃあ、耐えた。おお、すごい。結構硬いよね。強いな。全然死なへんやん。結構硬い。あ、これはここ強いやつですわ。これ。ここ強いやつですわ。これ多分そこまで行ってもめっちゃ強いと思う敵。なんか、嫌な予感がするね。しかも、パッとこう見た感じ、地面におらへんとこはさらに腹立つ。何この棺。え？何これ？え？なんで出た今。喋る？これ何これ。はっ。そんなわけでもないよな。風でもないし。地面。これ何やろ。後々のイベントで聞いてくるって感じなんかな。いやー、なんかようわからん出てきた。怖ーい。すげえ怖ーい。あ、いるじゃん。歩くやついるじゃん。なんだこらー。すごい平和そう。オッケーオッケー、耐性、風が耐性やって。よし、弱点地面やって。じゃあ、お前らもう変わって。ちょっと絶空召喚は完全にここはぐさくですけど、まあ、しょうがない。なぜならそこ絶空召喚があるからだ。つって、はっ！よし、行こう！あ、2体ぐらい入ってる。素晴らしい！もう2体巻き込んで、この感じは素晴らしいね。ちょっと倒せないんだけど。ザコは強いな、結構。しっかりここで戦って、レベル上げながら先進みたいところでありますね。よいしょ。はい、しっかりカットしまーす。さあ、みんな頑張って。なんで俺のこと狙ってくるの？お前ら何やこら。やんのかこら。よし。これちゃんとね、敵を切り替えていくってことを学んだ俺は。学んだ。よし。はい、またガードで食べて、近くのやつにこうやってロックオンするね。これ大事。OK! いいんじゃないか。よいしょ。よし。俺が止めてるから、その間にお前たち頑張れ。よし。はい、しっかり固めまーす。なんか勝手に合体してる人いるんやけど。あ、俺に今回復してくれたのにそこで絶賛出ていくっていうこの感じで。ビーストリング、ありがとうございます。この連携の悪さよ。連携の悪さが際立つね。で、オッケー、鳥ね。ダブルボマー。で、ここまたこう変えて、よし、エドナいけ。お前ならいける。なんか奥にいるな。あれか、ダブルボマーとかいうやつ。なんか奥にいるんだよね。怖い。あれか、スカンクみたいなやつか。これがダブルボマー。さあ、ガードしまーす。しっかり耐えまーす。オッケー。すぐ溜まった。早い。ガードしたら、もう、流水のごとく溜まってます。ほい。どうこれ。ちょっと出は遅いけど、はまれば強いよね。上に浮かすから。そう、はまれば強い、すごく。よいしょ。あ、ちょっと届かない。ちょっと距離が足りない。距離が。よし。距離が足りなかった今。ゴーツ画面と。オッケー。ここは向こうから渡れるようになる感じかな。なるほど。オッケー。粉砕せよ。よし。まあもう一応全部の飛力手に入れてるわけですから、全然余裕ですよね。
行くのは行くますよって言ったらこっちから行こうか。敵いるな、何匹かいる。よし来い、やってやるぞ。さあ弱点エドナあれエドナ買いの方がいいか、これもしかして。じゃあちょっと次デズレード外してエドナもデフォルトにしようかな。なんかデフォルトで普通にエドナの方がいい感じがする。よいしょ、ゼップ召喚のいいところはやってる間にあの連携の回数が止まるんで連続で出せる普通はだから4発とかしか出せないやつがずっと出してないの、ある限りこの間止まってるから連携カウントされてないっぽいんだよね。だからこうまたすぐ出せる、ほら溜まってたら S 申請あれば全然いけるんだよ、打てるんだよ、すごいよねこれ。はい最後2回入る、あ入った入った入った、素晴らしい。こういうの待ってた、いいねー。よし、あ、わお、ブラックバード、やっぱエドナなんだよね、結局のところはエドナなんですよ、やっぱりね。エドナ、エドナ頼む、エドナ頼む、エドナ頼む。よいしょよいしょ、もうすごいことなってる、何にも見えへん、全然見えへん、えらいことなってることだけはよくわかる。ひたすら俺は、ひたすら俺はこう敵をもうこう十字にこう突撃していくだけ。これ何、はっ、何のことやろう。よいしょ、あ、いた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 、あ、いいねいいね、あ、どっち向かって、あ、完全に俺が行ってる方向はおかしい方向やったり。さあしっかり食べます、はっ、さあ飛ばした飛ばした、こう上に浮かせ始めたらもう余裕よ、テイルズ上に浮かせ始めたら。なんかずっとちっちゃい声でエドナがバックに喋っとんねんけどなんかバックにずっと喋っとんだあいつ。よしで、天族入れ替えでエドナにすると完璧。よし行こう、そこになんかアイテムの香りがするよね、はっ。お、いいじゃない、あ、1個開けられへんやつある、最悪。これゲットして、これ開けられないやつですね、これかーん、もう開けられへんのムカつくわ、腹立つ、ごっつ腹立つ、ごっつ腹立つでーってやつやな。よし、このまま真っ直ぐ行けばいいかな、ここ。とりあえず敵を見つけて、敵を見つけて殴り倒す、はっ、殴り倒すはっ、絶空召喚の力を見よ、めっちゃ被弾が多いけど技の出が遅いからすげえ被弾が多い、被弾がしっかり回復して俺のこと、しっかり回復して俺のこと、頑張れお前ら、よし頑張れお前ら、よし耐えるぞ、今は耐える時、よしよしよし、しっかりガードして削って、はっ、ちょっと見えない、主人公の位置が見えない隠れてる、全てから隠れてる、ガードしまーす、よし追っかけろ追っかけろ、オッケーオッケー、よしよしよし、いいよいいよいいよ、こう入ればね、すごい複数の人間に、人間じゃねえけど、複数のやつにダメージを与えられるんで、うまいこと入りゃ強いんだよね、この技ね。ただ俺にはちょっとそのうまいこと入れるための術がなさすぎる。はっ、よいしょ。距離が空いてるのはめんどくさいから、これで詰めてくっていう。浄化完了。浄化完了。オーケー。ないね、特に。よし、じゃあ行こうか。先進みまーす。ここの最深部のやつは倒せなさそう。今のなんか雑魚の強さ考えると絶対無理だと思うもん。めっちゃ強いよね。ただなんか洞窟作りは分かりやすい、なんか複雑じゃない、なんかこっち行ったらこっちみたいな感じでちゃんとなってるかなって気がする。ここがいけねえよね。オッケーオッケー、味見してないけどきっと大丈夫。オッケー、マンゴーソルベできた、大丈夫大丈夫、味見してなくても作れるようになってきてるからね、徐々にロゼ素晴らしい。あ、あれ来いや、ほら、よし来い、みんなよし来い、ぶっ殺す、頑張ろう。いやーもう絶好調、早く使い切りたいねこれね。こうここでね、今すごい技をいろいろ使い込んでおくと、あのラストのボス戦の時に有利なやつとかで戦えるっていう。だからこう使い込んでからならボス戦の時に有利な技に切り替えたらいいんだね。そう、それを怠ってるから苦戦してる気がする。だから雑魚の時に使い込んでボスとかああいう強いやつはあの有利な属性で戦いましょう、そういうことね、うん、基本な気がするけど基本を忘れさって、ない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 、あ、やべえ、俺ヒロイン使おうと思ったけど、使う方がいいかも、これ。オッケー。すごいな、その武器。あ、ダイス。瞬殺。次。開幕から撃つ。はっ。よし、いけ。何発入る ?2 体か。あれ ?3 体ぐらい入ってる、これ。素晴らしい。あ、なんか3体ぐらい入ったっぽいね。いいね、いいね、いいね。そういうのいいよ。よいしょ。よし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 。この、この行った、自分の突き抜けた通路上にいるやつ全員殺す。これ、これ、よし、強い。いやいやいや、綺麗に入れば強い。はっはっ、よしよしよし。
ほらほらほら、効果は今しつつも全員にこう入ってるって。あ、痛い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 。そこね、この電動操作が、電動操作が俺の足を引っ張ってくるけど、電動操作が、あっ、いいんじゃない、これこうやって上に打ち上げられたら強い。大丈夫、はい、ガードしまーす。ガードして、はい、溜めて、オッケー。しっかり溜めていくことが大事。ほっ、これ今俺が打ってたやつやった、お前もしかして。あ、よかったよかったよかった。これ虫にかけてるやつやからね。よいしょ、さあ、はい、来い、順番戦っていくぞ。はい、順番戦っていくぞ。はい、一丁入りまーす。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。気持ちいいね、すごい。もう気持ちいいけど全然わからへん。あ、これでも何匹か入ったっぽいな。おー、素晴らしい。やっぱ弱点特性のやつ入るの強いね。瞬殺やな。足が速いのっていいね、やっぱり。こっち見ましょうか。こうアイテムをしっかり回収していきたいよね。あ、宝箱、これを開けれるやつ、これ開けれるやつ。8500、それは熱い、激熱じゃないですか。熱いね。やっぱそこのね、ダンジョンをしっかり探索していくってことがやっぱりね、もうウィンウィンですからね。ウィン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 、誰と誰に対してウィンウィンなのかよくわかんないけど、ウィンウィンだな。よし来い、おい、ほら、おい、よし、ダブルボマー。何がダブルボマー、しかも今デンジャラスやったから、あの飛行鳥の方とも当たったっぽいね。まあ全然いいですよ、上等ですよ。やってやるんじゃないか、やってやるんじゃないか。あ、素晴らしい。押す、ゴリ押す、ゴリ押す、力で、力でねじ伏せていく。力でねじ伏せていく。お、よいしょ、オッケー、いいね。さあ、溜めまーす。しっかりガードして、さあ、食らっていく。オッケーオッケー。はっ、この距離感、よしよしよし。なんか見えへん、なんか見えへん、とりあえず見えへん、とりあえずビクリオが頑張ったってことだけは俺には見えた。何も見えなかった今。あ、この飛行機は次使いましょうかね。次ね、次使いましょう。ちょっとここで使うのはもったいないから、もうだいぶ食らわしてるよね。二コース戦闘入ってるけど、まあいいでしょう。取っとけ、よいしょ。エンカウントのあれがあるから、やっぱデンジャラスエンカウント一時期やってたけど、その方がいいんかね。ガードしてしっかり溜めます。はい、もう完全に敵さん今俺のことシカトしてるけど、この俺をシカトした、それがお前たちの最後だっつって。もう適当、あ、そんな適当に実況してたらほんま怒られるね。ほんまにちゃんと実況してる人らに何してんのって言われるよね。いや、適当なわけじゃないんですよ。適当なつもりはないんですけど、まあね、なんとなくね、なんとなく。そんな毎回面白いこと言えるわけじゃねえよ。毎回面白いこと言ってるから、ちょっと奥に行ってるんじゃねえかなと思う節があるけど。よいしょ。そんな別にディスるつもりはなかった。OK。で、はーい。とりあえずさっきこっち行っていい？はっ！オープンザプライス。オープンザ、宝箱ですよ。これですよ、これ。しっかり回収して、ゴーツルーツ。体を。アスリング。いいね。おい、ドイテルティ、よし、行こう。よし、行こう。ぶち当てて。よし、行こう。いや、一人でもいいよ。あ、なんそこでリリース、いやー、飛行機食らってもこれとか言うね。この飛行機の威力不足に関してはもう、なんかコメントなし、ノーコメントだ、本当に。悲しくなるわ。すごい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 、みんなすごい、みんなすごい。お前らすごいな、やるな。頑張れ。この下のさ、DC っていうか SC がもうさ、減らないみたいな状態できひんのかな。なんかすごいいろいろつけて。敵撃破とか攻撃ヒットさせるたんびにみたいなつけて、ずーっと撃ってられるぐらい。のやつってできひんのかね。なんかできそうな気がするよね、そういう強化の仕方みたいな。で、前が正解の通路かな。前が正解の通路っぽいよね。前以外は、左は、左も、ん、前と、あ、横か、右から行こうか。じゃあ、はっ、まずぶち壊してアイテムを回収していく。もう確実に宝物ある。ここ優しいね。こう行った先に必ず何かを用意してくれてる、この親切感。そりゃそうじゃんっつって。いや、そうじゃないとこも結構あるじゃないですか。嬉しいよね、すごくこういうの。ちゃんとこう探索したらそれにこう報いてくれるというか。いやー、いい、全然いい、全然いい。これ何これ、あ、ディスカバリーだ。光るキノコ。スキットはでも出ねえんだ。なんか最近スキット出ない時あるよね。おい、サボってんのか、テイルズ。サボってんのか。ちょっとこれがね、このゼスティリアのちょっと、こう、あんまいまいち俺がちょっと好きじゃないところだな。戦闘中の拡張機能、だいぶ溜まったよね。
アラウンドステップによる対比成功させる非容疑の必要 BG が1個するクールビューティー、すごいね。非容疑を発動するで各キャラ1回だけ必要 BG が1少なくなる。40、これは装備できないんだよね。なんか、ね、いまいち前の時と違ってね、いいなっていうのがない。いや、使ったら強いかもしれないけど、あんまりなんか欲しいのがないんだよね。非容疑発動方は自動で発動する A ファイナリティ、これでもいいか。俺もう自動で発動していいよそれもいいかな。だっていつもなんか出すのボタン間違えてるときはし、これちょっと一回つけてみようか。3以上で自動発動って書いてあったら、ちょっとどれくらい出るのかって見てみようかな。ちょっと HP 減ってるときとかに使われたらちょっと悲しいけど、はっ、ちょっと楽に頭空っぽにして夢詰め込める感じで、頭空っぽにしてこう楽に戦闘できる感じでいこうかね。さて、こっから先の部屋は敵がいそうだね。ここはいるんじゃないかな。来た、おい、出てきた、シャゴラ、行くぞ。さあ、いやー、気持ちいい、気持ちよくなかった。オッケーオッケー、こう浮かすとね、浮かすと強い、浮かすと浮かすと強い、よし、もう浮かしてなくても強い。通り抜けられたらね、こう通り抜けられたら強いんだよね、敵をね。なんかたまに敵を通り抜けられへん時があるんだよね、敵に止まっちゃう時が。そうなったらあんまり絶空召喚は強くない。はっはっ、ちょっと見えない、全然見えない、全然見えない、とりあえず見えない。俺が今技を打ってるのかどうかすらよくわかんない。はい、耐えてます、今しっかり耐えてます。ガードをしてることは確か、ガードをしてることは確か。わちゃわちゃしてるのすごいな。もうこのわちゃわちゃ加減がテイルズっぽいといえばテイルズっぽいんですけどね。よいしょ、もう今回はもう淡々と敵を倒しながら洞窟の最深部に向けて走っていくって感じですかね。でももう多分次のフロアぐらいで最後ちゃうかなって気がするんやけど、なんかここあんまり長くなさそう。なんか見た感じ、入り口の棺桶みたいなのが実に気になってるけど、行ってこら、なんか鈍足かなんか食らってる、なんか足系のやつを食らってる。さあしっかり、おお、なんかでも SC もすごい溜まった、早い、たまんの早い。毎回それやるとすごく嬉しい。回復の中に入ってなかったので、ちょっとね、エドナ君その範囲回復じゃなくてピンポイントでやってほしいんやけど、こう俺すごい動くから、すごい動くから、その ボス戦とかでもたまに嬉しいんやけど、その範囲回復今すごい動いてるから。はっ、あ、そろそろオート発動みたいなのが来るんちゃう。ちょっとオート発動がどんなぐらいきっちり発動してくれるのかっていうのを俺は見たい。それが有用であれば俺のこのボタン押し日数がなくなるからね。たまに非容疑のボタン忘れるときあるんだよね。おっつってどれで非容疑やっけみたいなときがたまにあるんだよね。はっ、おお、素晴らしい素晴らしい。ここね、でもなんか出てる感じせえへんねんけど、出てる、本当に今術使ってるからか、通常攻撃すれば出るのかな、これもしかしたら。次の敵か、次の敵でじゃあこれでいきましょう。開幕でちょっと通常攻撃やってればいいんだ。どうだ、はっ、発動されねえじゃん、結局自分で発動したよ今。なんだそりゃ、全然いらねえな。じゃああれ、よし、外そう、クソだな今俺自分で発動したんだけど、なんだそりゃ。もう全自動でもう3になった瞬間バシッと打つんじゃねえのか。はっ、それだと楽やなと思ったのにな、残念ながら違ったようですね。もうちょっと自分でちゃんと打つタイミングを覚えろってことか。今後でも多分敵の人気とか出てきた時にどっちか先倒すみたいな出てくると思うんだよね、そういうパターンのやつがあるはずよ。ある種お決まりですもんね、何対何みたいなやつね。はっ、よしよしよし、はい、ガードします、頑張れ頑張れ、よし、よし、お前らよく頑張った。戦闘中の拡張機能、はい、ファイナリティは言いません。ちなみに今技どれぐらい使った、まだか477、でも500ちょっとぐらいで星2つつくから多分もうちょっとじゃねえかな。意外と使い込み早いね、意外と早かった。でここまで来て、ここも敵いるよね多分ね。おい、よし来いや、ほらぶっ殺してやるぜ。あと30回ぐらい、あと30回ぐらい使えば多分この俺の嫌いな技ともさらばできるこれはダメだ、これ多分もう今後ね、もう星増やすためにですよ。使うけどさ、星増えることで覚える技とかもあるから使うけど、やっぱ基本的に好きじゃないよね、あんま強くない。これで通路確保して、オッケーオッケー、これの積み重ねが大事、ショートカット大事ですよね、ショートカットしっかり作っていく。これで次回この洞窟多分来なあかんと思うんで、あの棺桶の謎を解きに来る気がする。あとな、多分今回ボス勝てねえんだよな、奥にいるやつ。よいしょ、よしよしよし、行こう、オッケー、行こう、いいね。さあガードしまーす、しっかりガードして、食べて、よいしょ、この野郎、よしよしよし、
鮮やか鮮やか、実に鮮やか。これ連続で連続で戦闘になっていく。はっ、この綺麗に入った時の気持ちよさ、綺麗に入った時の気持ちよさ、これあるね。はっ、ちょっとレベル上がったからちょっとあれかな、火力的には高くなってる感じ。そうでもないか。そこのやつを俺の、あれ、痛い痛い痛い、てめえ、ちょっと違うタイミング、タイミング開いた。なんか知らんけど、なんか知らんけど BG が1個使われてる。俺が3溜まったからヒロギ使おうと思ったら、なんか知らんけど1個使われてる。あれかな、間違って回避のタイミングかなんかで使っちゃったかな。そこ、こういうことがあるから俺さっきヒロギのやつつけたかったんですよ。でも発動しない、発動しないんだからしょうがないね。いや今回なんか敵が、あ、全然死んでる気がしないんだけど、なんか全然死んでる感じがせえへんけど、みんな追い詰められてる感じ、俺みたいな端っこに。よいしょ、オッケー、倒した。でここ倒って、多分この次のエリアで終わりじゃね、ここで終わりちゃうかなって気がするんだけど、どうだろう、まだあるかな。なんか終わり臭い気がしてるんだけど、俺の中では。そうでもない、そうでもない、いや終わりだよね、多分ここラストだよね、ここラストだな。あ、終わりだね、やっぱこのエリアで終わりだ。よしよしよし、ラストエリアにはなった。デンジャラスエンカウントやろうか、これで。あ、あれあれ、俺今完璧なデンジャラスエンカウントを演出したと思ったんだけど、違うの。あ、いった、3体ぐらい入った、完璧。よいしょ、死んでないけど死んでないけど完璧に入った。今のもう100点の回答やった今のは。だからさっき自動で発動しなかったら、この技の間っていけへんかったっけと思ったけど、いけたよね、やっぱりね。技の間でもいけるよね、ヒヨギね。よし。よしよしよし。ヒヨギしたからだいぶ楽なはず。おら。もっと。お、それで撃つ。その死にかけてるやつに。はい、お見事でーす。はい、お見事でーす。いなくなっちゃったよ。いなくなっちゃったよ、もう一匹のやつ。じゃあ、いなくなったんならいいや。ちょうどデンジャラスにならなかった。これどっち行く？左？ちょっと待って。俺一回見ていい？あ、まだ使い込んでない。まだですか？あ、そうですか。おい、来いや。500超えたけどまだらしい。もうちょっとやと思うんだけどな。はっ。よいしょ。さあ、ガシガシ削っていこう。ガードしまーす。すごい。このガードしてすげえ溜まっていくときが嬉しいよね。よいしょ。今回はボスの手前であれかな、ボスがでかいやつの手前でセーブして、次回そのでかいやつに挑んで瞬殺されて街に帰るっていうのが俺の中のプラン俺の中のプラン、多分そうなると思う。勝てない気がするんだよな。ぷいっつって、さあ開けまして、あーいしょー、ゲッチュープディン、プディン、プディンをいただきました。プディン、勝てそうだったらこのご飯食べるっていうのが一つの手だからね。テイルズやっぱり料理による強化っていうのをバカにしちゃダメですからね。結構すごいのありますからね。 30% アップとかありますもんね。 30% って言ったら結構だもんな。お、敵がいる、2体、デンジャラス来た、デンジャラ、ディンジャー、ディンジャーになったよ。よし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 、じゃあ頑張ろう。ここで使い切れると俺は睨んでいる。もうあとはバスボタン押すだけの簡単な作業ですよ。バスボタンの技をひたすら出して、おいおい、強いじゃん、強いじゃん。こうやって普通に食らうやつには強いね、やっぱりね。オッケーオッケーオッケー。おい、この鳥がこの絶句昇発の相性が悪すぎて、悪すぎて。よし、頑張れ味方、味方全員頑張れ、俺のために頑張れ。はい、ガードしまーす、ガードしまーす。よしよしよし、そうそう、殴ってくれるとちょっとたまりが早いね。そうそうそう、それでお願いします、それでお願いします。最初は強く当たって、あとは流れてたやつ。最初はこっち強く当たるんで、あとはこのガードしてるときは流れで流れで空気読んでください。よし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 、じゃあ溜めて、ナイス、オッケー、次行こう。立ったか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 、この部屋的なエリアを開けていくぜ。で行く、よいしょ、あれ、よいしょ、はい、さあ、あれ、なぜか、なぜ気温出ろよ、早く、何してんの、出てよ、出て、よし、来た、1体に対してか、もったいねえな、1体に対してか、複数体に対して当たってくれねえかな、そこが辛いところ。いけ、おいしょ、あ、溜まってた、溜まってた、溜まってた、おー、なくなってると思ったら溜まってる時ね、あるよね。よいしょ、早い、だいぶ瞬殺気味かな。
よしよしよし、おい、こい、鳥、おお、サクサクいってる、もうすごい鮮やか、サク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 敵倒してってるから、よいしょ、オーケーオーケーオーケー、素晴らしい、ボコボコにしていくぜ。あんだけの大人数をこう巻き込んでいけると気持ちいいですね、すごくね、相手の足止めにもなりますしね、距離感が足りてるんだよ、距離感が、すでにたまに距離感が迷子になるときあるからな、はっ、当たった、いい感じ、よいしょ、まだ行く、押す、届かない距離的な問題で、距離的な問題で、よーし、 OK、 マジで誰、そんな言うほどでもないけどね、まあおやついっぱいあるから使おうか、暗黒物質、プリン、めっちゃ HP 回復するで、プリン使ったよ、はっ、破壊する、本来であればこうやってさ破壊しないと通れねえとこだから敵もいっちゃダメなんだよね、ここね、アイテムで注意を確認してくれ、クォーツアンブレラ強そう強そう強そう、しっかりアイテムをこう回収して回収していくぜ、でここ曲がってもうちょっとちゃう、もう何個か部屋行ったらだね、よしよしよし、ここ敵いるだろ多分、うお、すごいいる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 、でもデンジャラスにならなかったっぽい、今絶対行ったなと思ったんだけど、ダメか、いけえなこら、いけえなこら、よし、はっ、すごい、もうリデュース、これウィーク入ってる、すげえ、リデュースじゃなかった、誰かが抜群を入れてくれた後にこうやり始めるとすごい強いよね、やっぱり、はっ、ガードしまーす、ガードする簡単な作業、ガードしまーす、撃つべし、あとひたすら強く撃つべし、撃つべし、よし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 、ガードしまーす、この流れガードしまーす、よいしょ、それは聞いたことあるな、あっつあっつ、絶空章は使い切った、絶空章、オッケー、絶空章ね、一歩遅れてなんとかっつってたな、ちょっと遅れる系、遅れる系困るんやけど、あ、これ強かった、これ強かった、これ強かった記憶ある、これしかもさ風だけじゃなくて雷も入ってんだよね、これいいよね、このなんかコンパクトな感じがいいよね、コンパクトな感じが、おいおい、強い強い強い、めっちゃ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 強い、クソ強い、これこれ強い、やばい、もうさっきのあると全然違う、見てこの敵の減り方、 HP の減り、やばいやばい、すごいすごい、ゴリゴリ減ってく、ゴリ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 減ってく、すごいすごいすごい、気持ちいい、はい、ガイガードします、おい、はいはい、ガード、ガード終わったらもうこれガード、あった、出してくれたお前、よいしょ、おいおいもうこれ強いよ、ほんとやばい、よいしょ、で飛行機挟んでると、これもね雷やからね、おいおいこれ強い、これ強い、これめっちゃ強いこれ強いね、いや、これ素晴らしい、素晴らしい攻略の仕方、これ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 、これ強いわ、そう、雷と風属性が入ってるわけね、なるほど、ダブルでね、ダブルアタックな感じで、あー、いいっすね、いいっすね、すごくいいね、あー、すごくいい、あー、すごくいいよこれ、いやー、すごい、気持ちいい気持ちいい、相手、よし、これ、さてと、ちょっと待って、ちょっと待ってから、スネークはちょっと連続攻撃すると、感覚がダメな子だから、うん、こっち、これって帰ってるよね、逆だよね、こっちだよね、オッケーオッケー、いやー、セックショーいいね、サクサク、サクサクいける、サクサク、非常に気持ちいい、あ、開けられる宝箱、じゃーん、ありがとう、ありがとう、じゃーん、開けて、ふん、あ、違った、間違えた、ふん、よし、ボタン間違えるのあるよね。ここはセーブポイントセーブポイントいやー、この先絶対強いやついるよね。この先絶対強いやついるよね。時間も時間なんで、今回はここでじゃあセーブさせていただきましょうかね。いやー、これ。もう絶対ボコボコにされるもん。もうそんな未来しか見えねえ。ボコボコにされそうですね。まあまあ、やれるだけはやってみようと思います。とりあえずは。挑まないでね、諦めるってのは良くないですか？挑んで諦めましょう。はい。じゃあ今回はここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあ、ではまた次のパートを見てください。それでは、お疲れ様です。